えー、ウェブサイトの救援エンジニアの今後の需要について見解をお持ちでしたらお聞かせください。AI に変わるなど。まあ、Yahoo とか言いますよね。あの、結局テストをちゃんと作れればいいっていうのと、あとテストを自動化するっていうのをちゃんとエンジニアがやると結構いなくなるんじゃないかなと思ってるのと、あとその今人間がやってるんですけど、そのまあ、あの Android ってじゃあいろんな解像度あるし、色のんな端末ありますよねっていうのがあって、その 試さなきゃいけないものが増えすぎちゃって、で、今度、レスポンシブで、その、なんか、あの、サイズ可変っていうのもやらなきゃいけないよねってなるので、そのどっかの段階で全部自動化して、エラーが出た時に、その、あの、PC 側からエラーを出すっていうのを、どっかでやっちゃうと思うんですよね。で、あの、パッケージゲームで、あの、龍がごとくだと思うんだけど、セガかあれセガじゃない気もするけどな。だから、その龍がごとくかなんかで、あの、デバッグの自動化 っていうのをやり始めたんですよねもともとそのデバッガーっていう人たちが雇われてそのキャラクターをいろいろ動かしてバグがないかチェックするってなってたんですけどでそのデバッグ自体も全部自動化するっていうのを回してコスト下げるっていうのが始まってるので,でその 3D ゲームに比べたらそのウェブサイトの,そのデバッグってめっちゃ簡単なんで多分時間の問題でそのプログラムで全部チェックするようになるんじゃないかなと思いますけどね。